姿が映っています。出ていってヘディング決まった。最後決めたのは9番の大黒、ベテランが決めました。38歳、さすがですよね。入ってくるボールと手元の時計で前後半の6分過ぎたところ、先制は栃木です。もう先ほどからこのセットプレーが一つ注意するところだと言っていたんですけれども、ね、最後はベテランが決めました。吉田監督の表情、横山監督の表情も映っています。ウリナさん、その横山監督ですが、ゴールが決まった瞬間両手を上げてガッツポーズ、そして栃木のベンチの後ろでは21番の牛野浜選手の準備を急がせてますね。あ、牛野浜ですか。先制しました栃木。うまくね、あの変異球をダミーにしながらですね、